政府の重い腰も、ようやく、少しだけ上がり、敵基地攻撃能力の保有と、戦闘機での敵基地攻撃について、閣議決定されています。今回は、日本のミサイル防衛システムを詳しく見ていきます。南西諸島の島民の間では、危機感が以前と比べて増しています。なぜ、沖縄県知事とメディアはわからないのでしょうか。中国の記事をなぜ書かないのか、ようやく県民も気づきました。2022年は、年頭より、北朝鮮によるかつてないペース、間隔での弾道ミサイル、巡航ミサイルの発射の多発で始まった感が強かったが、この行動には、日本のミサイル防衛は機能するのかという、根源的な命題を突きつけたとも言えるだろう。もとより、日本のミサイル防衛は、核弾頭を、搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されてきたが、発射時より、弓なりの軌道を描いて飛翔し、着弾地点の予測が、比較的に容易なそれらに対処する仕様となっている。そのため、近年北朝鮮が打ち出している、変則的な軌道を可能とした弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して、目標に向かう巡航ミサイルの出現は、この日本のミサイル防衛の根幹を揺るがす大問題であることは間違いない。しかし、日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在であり、それらが備える戦力を考慮した場合、北朝鮮が現実にミサイルを用いた先制攻撃を行う可能性は低く保たれている。これは、北朝鮮が仮に先制攻撃を行ったとしても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃によって、自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることを理解しているからであり、報復的な抑止力が機能しているゆえだ。同様に、韓国以上に周囲に敵の多いイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれるミサイルのみならず、もっと小型で簡易なロケット砲すら迎撃する防空網を構築しており、高い有用性をこれまでのところ発揮している。ただし、イスラエルのアイアンドームといえども、敵のミサイルロケット弾を迎撃するには、その目標1件に対して2発の発射を行う必要があり、究極的な飽和攻撃を仕掛けられてしまえば、完全な防御が可能とまでは言い切れない。台湾もこれと似た状況であり、圧倒的に優勢な中国軍に対し、対照戦での対峙は困難だと考え、多数の地対空ミサイルを配備して、中国軍の航空機の接近を阻止する戦術をとり、これによって防空網を構築しているとみなせる。日本では、近年、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局や、その背後に控える中国海軍の艦艇の同海域への接近阻止を機として、2019年3月に、奄美大島、2020年3月に、宮古島への、12式対艦誘導弾の配備を行っている。12式対艦誘導弾は、陸上自衛隊が、2016年より、導入を開始した兵器であり、第二次世界大戦以後の冷戦期には、日本が国土に侵攻される可能性があるとすれば、これは、旧ソ連による、北海道だとする考えから、対象を移したものでもある。故に、1991年の旧ソ連の崩壊から、8年後の1999年、南西諸島方面の防衛を鑑みて、熊本県の県軍駐屯地において、西部方面隊令下の部隊として、第5地対艦ミサイル連隊が編成され、同部隊に、12式対艦誘導弾の優先的な配備が行われてきた。12式対艦誘導弾は、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器であり、陸上自衛隊では SSM-1、改めと呼称されており、
最大射程距離は、推定値だが、約 200km 弱と、今となっては長射程と言えるほどではない。このため、一蓋式地対艦誘導弾は、2017年以後には、さらなる超射程化が進められていたが、2020年12月18日には、当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備の一翼を担うこととなった。ここでは、新ミサイル防衛システムの整備と、スタンドオフ防衛能力の強化の2点が明示されており、一蓋式地対艦誘導弾は、このうちの後者に該当し、南西諸島等の島嶼部への敵艦艇の接近阻止を目的としている。具体的には、前述のように、現状約200キロ弱と思われる人に、敷地対艦誘導弾の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から、攻撃が可能な形に延伸するものでまず約900キロートル、最終的には約1500キロメートルを目指すものと召されている。また、現在の重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦仕様、艦艇への搭載による艦対艦仕様等。運用するプラットフォームの多層化が掲げられており、それらを一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型と定義した。ちなみに、前者の新ミサイル防衛システムの整備とは、ブースターの落下位置の担保がでかつ導入が撤回されたミサイル防衛システム、イージス・アショアの代替策のことであり、これに特化したイージスシステム搭載艦艇2隻の建造を指している。ただし、個人的には、この新ミサイル防衛システムの整備は、冒頭でも述べたように、従来通りの着弾地点の予測が比較的に容易な弓なりの軌道を描いて飛翔する弾道ミサイルに対処することを意味しており、今後の形骸化が懸念点に思える。全く無意味だとまでは言い切れないが、現在、すでに中国やロシアが配備を進めてきている極超音速兵器を前にしては、これらを確実に迎撃できる可能性は、極めて低下している感は否めず、かなり不確実なものにならないのかが、非常に心配だ。太平洋戦争の敗戦によって、憲法上の建前としては、軍隊の保有すら禁じている、日本にとって、相手国からの弾道ミサイルに対抗する方法として、その迎撃に特化した、防空網の中心に、これを強化することは、専守防衛の理念にも合致していた。つまり、それは、あくまでも防御的な兵器であるから、日本がそれに類する兵器を開発、保有することに問題はないと、政治的にも定義してきたわけだが、現状では、これを迎撃することによって、無効化しようという、方策は困難になってきている。すでに、この段階に差し掛かった時点で、であれば、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか、現実的な対応策はなく、一蓋式地対艦誘導弾をベースとする能力向上型は、それに準拠した兵器となり得る。現行の一蓋式地対艦誘導弾は、中途段階で、管制誘導や GPS 誘導を行い、終末段階では、アクティブレーダーホーミング方式で誘導を行うが、中途段階の誘導方式を鑑みれば、物理的には限定的ではあるが、対地攻撃への転用も可能だと思われる。この点は、日本が、専守防衛を国是として掲げているために、正面を切っての議論は、避けられているようにも見えるが、敵からの攻撃を思いとどまらせる抑止力としては、これを再定義する議論を棚上げしたままでは、さすがにまずかろう。日本が、対地攻撃能力を有する兵器を保有することは、敵基地攻撃能力にあたると、マスコミ等でも指摘され、
おおむね、推進派は、敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だと言い、反対派は、攻撃的兵器は、日本は保有すべきではないと言っている。しかし、推進派の敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だという理屈も、敵ミサイルの発射用のプラットフォームが多層化されている現在では実現することは、甚だ困難であり、先制攻撃された後の反撃に必要だと唱える方が現実的ではないだろうか。すでに、中国は、アメリカと旧ソ連、現ロシアが、2019年まで締結していた INF、中距離核戦力全廃条約の陰で、自国は、それに拘束されないことを逆手にとって、同条約で禁じられていた、500〜500km の射程を持つ、地上発射型ミサイルを多数配備している。早速ですが、今回は、力を入れて、開発を急いでいるレールガン開発は、どこまで来ているのか、詳しく見ていきますね。SF のような話ですが、実際に近い未来の話しです。2022年が明けてから、北朝鮮が超音速弾道ミサイルとされる物体の発射を繰り返しているが、その脅威への対抗手段として、2022年の防衛予算に研究開発費が計上されたレールガンについて、1月12日に放送された BS 日テレの真相ニュースで、小野寺逸則元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が出演して語った内容から、その実力と可能性、そして今後の課題などについて語っている。最近話題に上ることの多いレールガンだが、どのようなものであるか一口に言うと、火薬を使用せず、2本の通電性の良いレールに高電力を流し、その電気エネルギーによって磁場を発生させて、レールに乗せた玉体を射出する電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指している。試験試作段階で、200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上では、火薬で発射する、銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べて、低コストかつ連射が可能であるとされ、飽和的ミサイル攻撃などへの対処が可能とされている、兵器とされている。防衛省が、これまでに試作したレールガンの発射試験では、発射初速は 2300m/s 秒で、約マッハ6の初速が観測されたが、戦車砲の発射初速1700〜1800m/s を上回っていて、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が、急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾の対処手段として、期待を寄せており、2022年の防衛予算において、65億円の研究開発費を計上している。真相ニュースの中で、キャスターからの、レールガンを開発するメリットとは？との質問に対して、小原上席研究員は、弾体を非常に高速で遠い目標に到達させることができるものであると考えていて、ミサイルなどに対しても
多摩隊が到達するまでの時間が短く、連射が可能と聞いているとして、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km との報告があることと、連射性能の向上の可能性に触れた上で、多摩隊に火薬を入れて爆発させずとも、高速による破壊力が期待できると語った。そして、キャスターからの強力な磁場を発生させるには、そのための装置が必要になるのか？との質問には、アメリカが10年間開発を続けてきて、うまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置の開発が難しかったことを挙げ、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置の開発が難しかったことが、その理由であろうと指摘した。また、現状において、艦載が可能な艦艇として、統合電源システム、IPS を持つ、ズムボルト級駆逐艦を挙げ、IPS が、大きな電力を、必要な箇所に、集中的に配電できるシステムであることから、レールガンの発射は可能であるとしながらも、発射に高電力を要することで、他の電子装置が使用できなくなるために、艦載は難しいとした上で、日本では、このような電源システム関連の研究が進んでいて、技術の優位性があるとした。次に、小野寺元防衛相が、現在では、発射されたミサイルを撃ち落とすのに、非常に高価なミサイルを使用する現状に対して、低コストで、連射が可能なレールガンの有用性をどう評価しているかとの質問に対し、以前2012年に、初めて防衛省に就任した時から、レールガンについては周知していたとして、多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うようにとの指示を出したことを明かし、2017年に2度目の防衛省に就任した際には、試作機が製作過程にあって、その段階においてかなりの性能を持つことを感じていたと語った。そして、さらに、小野寺元防衛省は、現在、自由民主党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長との立場から、レールガンの性能向上のために予算計上など応援をしているとし、小原研究員と同様に日本が持つ先端的な電気関連システム研究に期待を寄せているとした上で、陸上配備で対応可能としながらも、日本の専守防衛の観点から飛来するミサイルと撃ち落とすには航空機への搭載も視野に入れつつ、日本にとって必要な装備の一つとの認識を示した。さらに、番組では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性について触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的な軌道を見せるとされる、極超音速誘導弾の迎撃に本当に有効か、そして、今後巨額に膨らむ可能性が指摘される研究開発費問題などについて、両氏に質問が飛ぶ。電源問題については、小原研究員も、実用化への一番大きな問題であるとして、電源を常時確保できる環境になければ、蓄電池などの装備が必要となり、その場合は、放電した後の蓄電に時間がかかり、連射ができないことを指摘した。しかし、電源システムや蓄電池の技術において、日本は世界でも優位であり、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったなら、電源システムで、その優位性を生かすべきと述べた。また、極超音速ミサイルの変則軌道への対応については、小野寺元防衛省が、このレールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムや PAC-3、ペトリオットなどの現在のシステムも合わせて複合的に防衛するものとした上で、レールガンも含めて飛来する目標に標準を合わせて当てるということだけの発想に関わらず、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究すべきで、それはまだ始まったばかりだと述べている。また、小原研究員は、極超音速ミサイルについて、速度が上がるほど、
その運動性が低下することを指摘し、高度を下げると、空気抵抗によって速度が低下することから、変速軌道を取れるのは、空気が薄い高高度で、目標に近づいて高度が下がれば、最後にはまっすぐ落ちてくると指摘し、その際に、レールガンの連射で迎撃ができれば、超音速でも、撃墜は可能とした。レールガンの開発は、1960年代から構想があったが、本格的に動き出したのは、ここ10年ほどのことで、実現性を疑う声もある。ただ、小野寺元防衛相は、在任中に、防衛省幹部が、レールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく追艦攻撃への活用などへの構想もあり実現する可能性は、高いとしている。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までにテストを終えて実用化に進むかどうかを注目したいと述べた。小原研究員は、2028年までに開発を終わらせることはかなりの速度であり、日本がこのように急速な技術開発を進められることを具体的に見せることで、抑止力を高めることにつながり、さらに、日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、中国がこれまで主体性がないと見ていた日本を見る目が変わっていくだろうと語った。そして、日本がこの先、革新的な技術さらに高めて、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになれば、日本に手出しすることを躊躇するようになり、強いては、戦争を起こさないことにつながるとして、小原研究員は、日本の技術を生かした新しいゲームチェンジャー技術をどんどん進めるべきと結んだ。冬季五輪が開催中の中、中国は何も軍事的な挑発はしてきていません。むしろロシアだけかなといったところです。今回は宮古海峡を抜け太平洋へと展開した遼寧を詳しく見ていきます。驚くべきは護衛艦出雲が単独で監視中でしたし、いつ F-35B 戦闘機がやってくるのかもヒヤヒヤしますよね。日本にとっては抑止力を手にした瞬間です。そうだ、自衛パルスって知ってますか？詳しく話しますね。2021年も押し迫った12月中旬、中国海軍の一隻目にして、練習用の航空母艦、遼寧が、ジャンカイ II型、054A 型フリゲート艦2隻を随伴させて、東シナ海から太平洋に進出、これを日本側が追尾、監視する事態が発生した。中国海軍の航空母艦、遼寧を中核とする艦隊は、母港である、山東省の青島、港から、東シナ海を、長崎県の男女群島の西方海上方面へと、
南東に進み、沖縄県の宮古海峡を抜けて太平洋方面に至り、大きく2カ所の海域で演習を行った模様だ。その後演習を終えた遼寧らの艦隊は、元来た航路を逆に航行して青島港に戻っており、九州、沖縄、台湾、フィリピンを結ぶ第一列島線に対し、これを越えて太平洋に至るお決まりのルートで行動を終えたことが伺える。中国の国営の中央広播電子総台の軍事専門チャンネルの番組によれば、航空母艦、遼寧は、太平洋において演習を実施したと説明しているが、この時用いられた写真の中には、海上自衛隊の艦艇が、しっかりと、その姿を見せていた。その写真は、中国海軍艦艇の艦載機であるヘリコプターから撮影されたものとされているが、そこで捉えられていたのは、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、であり、遼寧の監視任務に直接従事していたことが明らかとなった。海上自衛隊側からも、遼寧の監視のスキージャンプ式の発艦装置から、今、まさに戦闘機が離陸している瞬間の写真が公開されてはいたが、この監視に、護衛艦、出雲、直接、しかも単独で当たっていた可能性までが言及されていなかった。他にも、民間の衛星画像を提供する企業の情報でも、遼寧と出雲が極めて近い位置で並走している様子が捉えられており、期せずして中国海軍と海上自衛隊の航空母艦に類する艦艇が直接対峙したものと言えそうだ。護衛艦出雲は、現時点では、まだヘリコプターを艦載機として運用する艦艇ではあるものの、護艦防空能力等は、最低限の兵装しか装備しておらず、基本的に随伴する他の護衛艦に、そうした部分は任せているため、かなり意外な対応にも感じられる。海上自衛隊でも、今回の遼寧の追尾、監視任務に、出雲、が当たっていたことは公表していたが、こうした行動に同艦が単独で従事していたことは、前述の兵装面を考慮しても少なからぬ驚きを関係各所に与えたように思う。そんな県の護衛艦出雲だが、2021年10月には四国の沖合の海上で、山口県の岩国基地に所属するアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸テストを成功させており、予定されている航空母艦化改修へと踏み出している。この時の様子を海上自衛隊では約2分強の動画としてツイッター上に投稿しており、耐熱加工の施された飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型が舞い降りる姿や、短距離制動によって離陸していく様子を確認することが可能である。今年2022年度の防衛予算案は、今回の遼寧が青島港に寄港する前日の12月24日に閣議で承認され、その総額5兆4000億円に及ぶ過去最高の予算額のうち、出雲型護衛艦の改修費用としては、約61億円を含んでいることが確認された。これは、2021年の夏の時点では、実は約67億円と試算されていたものだが、今回の2022年度予算案の承認にあたっては、およそ 9% に相当する6億円を予定よりも削減できており、貴重な予算を自助努力で節約したものらしい。さて、2022年度予算案の61億円の中身であるが、まず、約36億円分が、護衛艦、出雲、への全天候型着艦システムの調達に充当されるが、これは、アメリカ海軍と同国レイセオン社が、共同で開発を行っている、自衛パルスと呼ばれるものである。自衛パルスとは、ジョイントプレシションアプローチ&ランディングシステムの頭文字のことで、GPS 信号と管制広報装置を用いて、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型等の航空機を、いかなる気象条件下でも運用可能とするものだ。
逆に、言えば、2021年10月に、このシステムが備わっていない状況下でも、護衛艦、出雲、ヘアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型が、着艦を成功させていることは、好転下であれば、すでに、その運用が可能だと示したとも言えるだろう。ちなみに、護衛艦、加賀、用の、この、自衛パルスは、2022年度の予算案には組み込まれておらず、こちらは、別途2023年以降の予算での取得となる見込みであり、航空母艦化改修の進捗と、段階に合わせて、個別に行われることになる予定だ。次に、2022年度予算案に盛り込まれているのは、約12億円のアメリカ軍の協力に対して支払われる経費であり、自ら、F-35 ライトニング 2B 型の入手途上にある日本が、前述のように、アメリカ海兵隊の同期の支援等を仰ぐことに充当される。ついで、2022年度予算案には、約13億円の護衛艦、加賀、に向けた工事経費が含まれており、これは、運用する航空機の離着陸を完成する、環境内の視認性を向上させるためのもので、詳細については、今後明かされるものと考えられる。現在までのところ、護衛艦、出雲の航空母艦化改修の終了は、2026年度中、一方の、加賀は、2027年度中までが目標とされており、両社とも、もともと、5年に一度が予定されていた大規模点検に合わせるスケジュールで進められている。しかし、固定翼、機の運用を、戦後初めて行うこととなる海上自衛隊では、特に、艦内の区画を、合理的な配置に改めるには、詳細な検討が不可欠との判断を下しており、先行して F-35 ライトニング 2B 型の運用を行うアメリカ軍等からの情報収集を継続する見込みだ。最も肝心な F-35 ライトニング 2B 型の機体そのものの調達については、2020年度予算で6機を約793億円、つまり1機あたり約132億円で、2024年度内に最初の機体を受け入れる予定で進行しており、以後も、年度ごとの調達が続く。2021年度は、約259億円で、2機、1機あたり約130億円、2022年度は、約510億円で、4機、一機あたり約128億円と若干ずつではあるものの、イニシャルコストも低減が図られており、総数では42機の調達を目指している。もともと日本が出雲、加賀護衛艦を航空母艦化し、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機をしようとしているのは、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛用に航空戦力の選択肢を増加させる目的が大きいのだろう。ただし、最短でのこれらの準備にも、現在からは、まだ4から5年先になる見込みであり、その将来までに、いわゆる第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2の持つ能力が優位性を保持し続けているのか、若干の不安を感じないこともない。すでに、中国は、国産の第5世代戦闘機、J-20 について、課題だと指摘されてきた、機関部の生産を軌道に乗せ、2021年中に150機以上とも言われる配備を行うのと並行して、さらなる増産体制に入ったとも報じられているからだ。
日本の現在軍事的に置かれている状況は決して優位とは言い難く、早急な立て直しを図っています。まずはミサイル防衛の見直しでしょうが、すぐに対応できるだけの能力が現在はありません。北朝鮮のミサイル開発は進んでおり、中国やロシアと同じ位置です。日本もまた手をこま抜いているわけではなく、新しい潜水艦や護衛艦の開発が進んでいます。今回はも、が、身型護衛艦を詳しく見ていきたいと考えています。次世代護衛艦として誕生しています。驚くべきはその運用人員の少なさではないでしょうか。海上自衛隊では、かねてから DE、近海、沿岸海域の防備を担う護衛艦、阿武隈型、6隻の後継艦種の基準排水量3000トン級護衛艦の建造を計画しており、さらに多様な任務に対応可能な、コンパクトな護衛艦として、FFM という、新しい艦種記号が付けられた、も、が身型、6隻を建造することが決定され、その一番艦、も、神は、三菱重工業中崎造船所において、2022年3月に、偽装が終了して就役する予定である。FFM との艦種記号は、FF が、フリゲート、対戦、防空能力を有し、揚陸部隊、補給部隊、小船弾等の護衛を任務とする艦、M が、多機能、マルチファンクショナル、機雷、マインの頭文字を合わせた意味を持つとされ、海上自衛隊がフリゲートに分類される護衛艦を保有するのは、太平洋戦争直後にアメリカ海軍からタコマ級フリゲートを貸与され配備されたクス型護衛艦が除籍となった1972年3月以来の50年ぶりのこととなる。も、が身型は基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0M、全幅 16.3M、喫水 9.0M のコンパクトな艦隊に、燃費の良いコダグ方式の機関を採用され、7億馬力の出力で、最大速力30ノットを発揮する性能を持つが、その建造費は、1隻あたり460億円とされ、通常の護衛艦建造費の3分の2で済むとされている。外観上の大きな特徴としては、メインマストと接地機材等をフルカバーするステルスマストが採用されていることで、これは近年、諸外国海軍のステルス艦でも採用されており、艦様に個性がなくなるなどとして、軍艦マニアなどの間では、評判があまりよろしくないのであるが、ステルス性を高める効果は大きい。さらに、艦隊全体が、レーダー反射断面積、RCS の低減を意識した、ステルス性に配慮されたデザインとなっていて、主艦隊と上部構造には、傾斜角が付されており、全甲板から続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いている。また、上甲板における配置は、これまでの護衛艦と比べて、かなりの変更が見られ、これまでは、全甲板に設置されていた、東洋病関連の機器、偽装が艦内配置とされた他には、上部構造物を左右の両舷いっぱいに張り出させて、これまでの護衛艦に見られていた上、甲板の通路がない。搭載される兵装には、62口径5インチ砲1門、RWS、遠隔操作式無人重火、12.7mm 機関銃2機、C、ラム、近接防空ミサイルリム116、1機、17式 SSM、艦対艦ミサイル、4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射管2機に加えて、ミサイル垂直発射装置 MK41、VLS、16セル、1機の搭載も予定されているが、搭載するミサイルについて、検討が進められているために、後日装備となっているほか、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能である。も、
髪型の特徴としては、対機雷戦能力が付与されたことにあるが、近年の日本をめぐる情勢から、大規模な機雷戦が発生する可能性が低減したことから、掃海部隊の規模を縮小しつつも、水陸両用作戦における当初防衛には、対機雷戦能力が必要とされていることから、掃海部隊が、そのための配置につくこととなり、減らした掃海艇の分の掃海能力を補完するものとして、対機雷能力が付与されたのである。も、髪型には、対機雷戦ソナーシステム、OQQ-11 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機、USV と、機雷捜索用無人機、UUV の運用が可能とされ、USV は、UUV や護衛艦との間で、情報のやり取りの中継を行うとともに、掃海具の曳航なども行う。UUV は、自律型水中高層磁気機雷探知機 OZZ-5 で、自律で、駆動と制御を行うため、これまでより、広範囲の捜索が可能となっているほか、サイドスキャンソナーに、高周波、低周波合成開口ソナーを用いており、これにより高周波で小型、ステルス化した機雷を探知し、低周波によって、低質海底に埋没した機雷を探知することができるとされている。さらに、情報統合システム C4ISR に関しては、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、磁気統制システム、各種武器システムなどは、オープンアーキテクチャ、防衛化が進められていて、標準化されたネットワークシステムに組み込まれる形で構成され、兵装なども含めて、後日装備のものがあると推測されているが、これは、も、髪型の設計思想として、建造開始当初においては、最低限を装備するベースラインを設定しておいて、その後の状況を見ながら順次ユニット化した装備を拡充させていくとの考え方があるからであろう。そして、も、髪型では、小人員化も図られていて、乗員90名は、同じクラスのフリゲート艦と比べても、かなり少ないが、これは、近年の少子化などの影響もあって、海上自衛隊では、慢性的な人員不足に悩まされていることであり、海上自衛隊で、小人員化に加えて、女性隊員の登用を進めていて、現在建造を進めている艦内においては、対芸型通常動力潜水艦や、この、も、髪型には、女性専用区画を設けている。も、髪型護衛艦は、現在、1番艦、も、髪、2番艦、熊野、3番艦、野城、4番艦、三熊が浸水して偽装中で、5番艦と6番艦が建造中で、22隻の建造が計画されているが、海上自衛隊では、これらの乗組員については、クルー制を採用する予定としている。この、クルー制は、アメリカ海軍では、原子力潜水艦に採用しており、日本でも、やはり、人員不足に悩む海上保安庁が採用していて、これまでのように、護衛艦と乗組員とを一体化させて運用するのではなく、クルーは、それぞれ、任務、休養、訓練を実施して、任務に就くクルーが稼働する艦に乗り組むことになり、クルーには、休養を与えることができ、艦艇も、確実に整備を行えるとされている。ただし、これを実施するためには、同型艦の装備や操作が、すべて同じでなければならないのであるが、熊野方では、そのことへの配慮がなされており、現段階で、後日装備の、兵装や装備が多くなっているのはそのためである。低コストの軍艦を多目的に運用しようとする計画は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦、LCS、フリーダムや、インディペンデンに、などにも見られていたもので、武装や装備をモジュール化することで、任務に合わせて組み替えることや、
乗員のクルー制勤務などの推進と、コンパクト設計や省力化、消費と化などによるコスト低減、効率化などへの取り組みを、も、が味方において試しているとの見方がある。ただ、アメリカ海軍では、この LCS の固定兵装性能の不足から、中国海軍へ対抗するには、不十分であることや、追加モジュールの開発が進んでいないこと、また、そのユニットが、高額なものになり、調達価格が高騰したことなどから、開発を断念している。しかし、アメリカ海軍とは、その運用方針が異なり、近海防衛が主目的の海上自衛隊であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性があり、今後の、も、が味方 FFM の運用に、注目が集まっている。早速ですが、今回は、日本が新開発しているある特殊な素材を、詳しく見ていきます。最新鋭戦闘機開発に使用される技術を日本は開発しています。窒化ガリウム技術は、現在多くの電子部品に投入されてきています。身近なところで、スマホの充電器でしょうか。結構窒化ガリウムが採用されている充電器は高速充電できます。発熱を抑える効果があるので、それだけ出力を解放できるんでしょうね。では見ていきます。2022年2月15日。イギリスの国防省が戦闘機用のセンサについて日本と共同での研究を行うことに合意したと発表し、久々に日本の航空自衛隊の次期戦闘機開発に類する具体的な動きが報じられることとなったように思える。このイギリスと日本との戦闘機用のセンサに関する共同研究は2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定であり、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人であるレオナルド UK が、その舞台となる模様だ。レオナルド社は、イタリアを、そして、ヨーロッパを代表する、軍需企業の一つであり、その地で、一応の共同開発で生み出された、ユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発も担っており、今回の運びとなったと言える。こうしたヨーロッパでの協業作業の経験と経緯から、戦闘機用センサ類について、先進の技術を有するレオナルド社、そして、その、イギリス現地広報人たるレオナルド UK 社が選択されたと言えそうだが、日本からすれば新展開だろう。今回のこの共同研究は、ジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド、RF、システムと、呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF センサ技術は、非常に高度な索敵、能力を実現するという。
レオナルド有権者によれば、その新型戦車は、従来のものに比して、1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であり、これまでにないほどの速度での敵の検出を行う能力を発揮するものだと説明されている。さて、日本の航空自衛隊の次期戦闘機開発だが、今回のレオナルド有権者との戦車類と同様に、イギリスのロールス・ロイス社との機関部の共同研究や開発が進められることとなっており、海外勢との連携強化が行われている。今後は、技術支援を仰ぐアメリカのロッキード・マーチン社との正式な合意と契約締結が予測されると思われるが、当初より、アメリカ企業からの技術支援は必須と見られているだけに、こちらの進捗も気になる部分である。少しこれまでの日本の次世代戦闘機開発の流れと方向性を振り返ってみれば、現行の F2 戦闘機が退役を開始するであろう2035年前後での導入を目指し、その代替機とする戦闘機をいかに調達するのかという点からスタートした。次世代戦闘機は、1日本が独自に仕様を定め、完全に自国内での単独開発を行うのか、2同様に戦闘機を欲している他国との共同開発を行うのか、3すでに他国で開発された戦闘機に改良を施すのか、という3つの方向性があった。2022年2月の現時点までの状況から考えてみると、3の線は選択肢から除外されているものの、1と2の折衷案で進んでいると捉えることもできるといえ、この方向での具体化が今まさに進められている最中だと思える。すでに3年以上が経過しているが、2018年12月18日に、時の内閣が閣議で決定した方向性は、国外の関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであり、自国主導の方針を強固に打ち出したものだった。実際に兵器を運用する自衛隊サイドから考えても、日本の国情に適した仕様を、追求可能な国産化は、理にかなった選択と言えそうなのだが、これに、費用面、つまり、経済的な合理性までを加味すると、その実現の困難さが高まってくる。日本の航空自衛隊でも、導入を進めている、アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機タル F-35 ライトニングには、すでに、開発費の総額は、6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すれば、もっと増える。ことに、いわゆる第5世代戦闘機で、顕著となったのは、機体単機の製造コストに止まらず、両機や友軍の他の戦力との、膨大なデータリンクを実現して搭載する兵装を駆使する、いわば、ウェポンキャリアと戦闘機が化していることも無視できない。こうした新たな戦闘機の使用に向けた概念に対して、それを日本が独自に世界的に見ても遜色のないレベルで開発することは至難の業だと思われ、その視点こそがロッキード・マーチン社を技術支援先に挙げている最大の理由だろう。近年の世界的な戦闘機の運用は徐々に数を増加させている第5世代戦闘機の存在はありつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を施し、一部に限定的なステルス性能やレーダー戦車類を強化することで延命されている状態にある。これは実際の戦闘や戦争に戦闘機が投入される状況がかなり減少し、高価な戦闘機を物理的な寿命を伸ばすことで対応可能としている、ある種好ましい事態とも言えるものであり、およそ半世紀にも達する機体も中には出てきている。それは非常に稀な例だとしても、およそ30年前後は現在の戦闘機は使用されることを前提としてきたこともあり、日本でも今後の次世代戦闘機を同様のスパンで開発、
運用する意図を持ってその計画に着手していると思われる。ただし、アメリカ空軍が現行の最初にして最強の第5世代戦闘機であるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターの代替機と位置づけている NGAD、ニュージェネレーション・エア・ドミナンスは、これを覆すコンセプトだとも予期されている。アメリカ空軍の次世代戦闘機たる NGAD は、従来の長期にわたる戦闘機のアップデート対応を中止し、およそ8年単位で新型機を投入しながら、常に機体を最新の状況に保つことで、トータルでのコストを低減させるように企図されているとみられる。こうした戦闘機の矢継ぎ、ぎばやな投入は、かつての1950年代にアメリカ軍が行った同様の計画になぞらえて、デジタルセンチュリー計画とも呼ばれており、すでにその試作機は飛行を終えていると明かされて、現在に至っている。このアメリカ空軍の NGAD についての情報は、ここ最近の戦闘機開発のトレンドを180度転換する可能性があるが、機体そのものや製造した企業等については、何も公にされておらず、現時点では、近々に実現されるのかにも疑義は、ある状態だ。個人的には、現行の F-35 ライトニング2で、西側の最新の戦闘機市場を一手に握っている、ロッキード・マーチン社の関与は、間違いないのではないかと思えるのだが、続報が全くと言って良いほどにない現在、実用化は、未だ先の話なのだろう。2021年6月に、アメリカ空軍のブラウン参謀総長は、現行の F-22 ラプターを代替する NGAD には、同機をはるかに凌駕する航続距離と、兵装の搭載量を実現すると述べており、高まる中国軍との対峙を、視野に広い太平洋での作戦行動を念頭に置いているようだ。そのため、NGAD は、より、多くの燃料を積載し、かつ、より、多くの兵装を、胴体内のウェポンウェイに収容するため、かなり大型な双発機となり、現行の戦闘爆撃機を、さらに高機能とした機体となる、可能性が高いのではないかと推察される。日本の次世代戦闘機は、今年2022年度より、本格的な設計に着手するスケジュールとなっているが、こうしたアメリカ空軍の NGAD 等のあり方が、どのような影響を及ぼすのかにも留意して、今後の続報を待ちたいと思う。各国で通常動力型潜水艦にリチウムイオン電池が採用され始めています。今回は海上自衛隊ですでに搭載されている燃料電池を詳しく見ていきますね。でも、スターリングエンジンも良かったですが、時代の流れでより強化された製品が生まれてきましたね。水素エンジンも
これからわからないですよ。搭載されるかは、わからないですが、燃焼も水だけしか出ないエンジンで高出力ならね。海上自衛隊の潜水艦、ワクゲイナ、中期防衛力整備計画、26中期防に基づく、2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として、川崎重工業神戸工場で、2019年1月25日に起工され、2021年10月14日、同工場において挙工された命名、進水式を終え、日本の建造数も、毎年最新鋭の潜水艦が次々と就役している。今回は最新鋭の潜水艦にリチウムイオン電池がなぜ搭載されたのか深掘りしてみていくわけだが、他の次世代電池も採用予定だったのか納得のいく結果を楽しみにしてほしい。海上自衛隊潜水艦の謎はたくさんあるのだが、使用されている鋼材から推測すると結構深く潜れるのではと思ってしまうが、実際のところ、機密情報であるので、想像に終わってしまう。もっとも、潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは、非公表かつ最高機密であるため、その実力は、推測するしかないが、通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われている。海上自衛隊潜水艦について推定されているデータを紹介していくので、一緒に想像してもらいたい。2021年9月時点での海上自衛隊において最新鋭とされている潜水艦は、タイゲイ型であるが、すでに就役している潜水艦で、最新のものは、双流型潜水艦の中で、リチウムイオン蓄電池を搭載した。11番艦、王流。呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦、東流、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻である。ちなみに、双流型潜水艦は、全長 84.0m、最大幅 9.1m、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦で、10番艦、双流までは、非待機依存推進、AIP である。スターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式であった。しかし、王流と東流の2艦は、ディーゼルエレクリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載されたおり、双流型潜水艦の当初の計画では、先行中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたことは、あまり知られていない。ここで言う燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、乾電池などの二次電池と違って、様々な燃料を補充することで、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面で、明るい未来のための研究が進められている。防衛省の防衛装備庁、旧、技術研究本部では、最初に、ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討していたが、使用する水銀が大量に必要であったため断念し、酸素、水素型電池の開発に方向転換して実用化にこぎつけたのであるが、潜水艦搭載にあたって燃料となる液体酸素の取り扱いへの不安を払拭できなかった。こういった経緯から、双流型潜水艦には AIP であるスターリング。機関の搭載が決定され、当時の技術研究本部では、その間も、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発に着手していた。リチウムイオン蓄電池の利点としては、鉛蓄電池の欠点であった、水素ガスの発生がなく、エネルギー密度が、2倍以上、かつ、1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数ができるほか、充電時間も短く、放電による、電気容量低下が少なく、長時間の効率放電が可能であることなど、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を多数挙げられる。開発当初は、
リチウムイオン蓄電池は、総流型の5番艦からの搭載予定であったが、大ゲイ型からの搭載に変更されるなどを経た後、結局、総流型11番艦の王流から搭載されることになった。搭載するにあたって、総流型のスターリング AIP 機関は維持され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法と、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法が検討され、AIP も含めて置き換える方が、結局費用が高くなるが、水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなる観点から全置換することが採用された。リチウムイオン蓄電池の採用によって、様々な面で高性能となったと思われるのだが、実は、スターリング AIP システム搭載艦と比べて、軸馬力が、8000馬力から5600馬力に減少している。そのため、王流、東流は、10番艦までと比べて、水中における瞬発的な最大速力は、20ノット、時速 37km から18ノット、時速 33km に低下しているという計算になる。ただし、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短く、10番艦までが最高出力20ノットを発揮できるのはわずか5分間である上に、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりである。リチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたって持続的に高出力を発揮することが可能であるため、王流、東流の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持することができ、さらに連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが1ヶ月に延伸されている。確かに半永久的に潜航できる原子力潜水艦と比べれば物足りないと思われる点もあると思うが、人間が乗り組んで運用される以上は、結局、半永久的といえども、食料の補給や乗組員の休養のために定期的に浮上することは必須であり、1ヶ月の連続潜航時間が可能であれば十分なのだ。従来まで使用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式の総流型では、フル充電のために必要なシュノーケル航行時間が5から7時間は必要とされているが、リチウムイオン蓄電池は急速充電ができるため、2から3時間でフル充電が可能であることから、作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮されることになり、敵から発見されるリスクが軽減していると言える。しかも、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の総流型では、AIP だけで潜航可能であり、シュノーケル航行をせずに潜航可能であるが、単独 AIP の水中速度は、5ノット程度になってしまい、第二次世界大戦時の潜水艦のみであるため実用的ではないだろう。実は、潜水艦の最大潜航深度は、最も重要で、最も機密とされるスペックであり、防衛省が公表したわけではないが、総流型の潜航深度は、600M から 700M と予測されている。さらに、総流型の艦隊には、NS110 鋼材という世界でも、最高水準の鋼材が使用されており、理論上は、1000M の水圧にも耐えられるため、最大潜航深度 900M までは可能だとも言われている。ちなみに、海外の通常動力潜水艦の輸出タイプのものは、スペックが概略公表されており、最大潜航深度では、ロシアのキロ級潜水艦で 300M 程度、ドイツの209型も 300M、214型でも 400M 程度と記載されており、原子力潜水艦における最大潜航深度は 500M から 700M と推測、アメリカの高性能原子力潜水艦、シーウルフ級などでは 900M から 1000M と言われている。米海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦で、600M の最大潜航深度と言われていることから考えても、総流型や次世代の大ゲイ型の最大潜航深度は、
原子力潜水艦と比較しても遜色がないため、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できる性能を持っているわけである。潜水艦において一番重要なスペックである静粛性においても、海上自衛隊の潜水艦は世界でもトップクラスであり、ただでさえ想像しい中国の原子力潜水艦と比べ、潜水艦としてのスペックははるかに優れていることは断言してもよい。日本の F2 次期戦闘機計画は、別名 F3 計画とも呼ばれているそうです。純国産を目指している F3 戦闘機と同時に配備される予定なのが AI 無人戦闘機です。今回詳細に見ていきたいと思いますが、もはや人間の手による操作は最小限に済ませる戦闘が多くなっていくのでしょう。ボタン一つで地球の裏側にいる敵を顔を見ることもなく兵士、顔も名前も知らない人間を殺したことに痛みを感じることもないという残酷非道な戦争は現実のものとして近づいているのかもしれませんね。2021年5月、防衛省は、現在開発中の F2 戦闘機の後継機となる国産次期戦闘機と連携して使用される無人機のフルスケールの実証機開発関連費について、2022年度予算の概算要求に盛り込む方針ということを公表しました。次期戦闘機は、国内企業グループで開発が進行中です。目標としては、2030年代半ばからの配備ということです。作戦、任務遂行のための根幹となるミッションシステムやインテグレーション技術に加え、ウェポン、武器を統合する火器管制システムなどの研究も進められているそうです。無人機については、こういったシステムとの連携は言うまでもなく、無人機自体の自立飛行性能も求められています。ちなみに、自立飛行とは、パイロットが操縦しないで、遠隔操作で監視しながら必要な時だけ操縦するということです。この操作も、敵の顔を見ることがなく行われるということでしょう。この無人機は、次期戦闘機の艦上で運用される見込みです。作戦空域付近で射出され、より危険な前線空域に展開して、搭載破破機の誘導コントロールを受けながらも自立飛行できると言われています。無人機の利点ですが、何と言っても、乗員、パイロット、
パイロットの人命を守れるということでしょう。それに加えて、有人機では不可能な運動性能が発揮できますし、コックピットのスペースがいらなくなるので、そのスペース分小型化できます。なおかつ、パイロット分の重量が軽くなりますから、その分積み込む燃料も増やせます。したがって航続距離が伸びます。同時に、兵器の搭載量も増やせますね。機体のフォルムにも影響が出ます。つまり、機体の凹凸が減らせるのです。ということは、ステルス性能の向上につながっていきます。コスト的にも有人機と比べると、機体コストが大幅に減らせますし、極端なことを言えば、ミサイルのごとく、使い捨て戦闘機として活用することもできるのです。個人的には、使い捨てと言ったって、マスクやコンタクトではないのですから、巨額のコストを想像すると、簡単に使い捨てて欲しくはないのですがね。防衛省での無人機開発構想は、以前からあったそうです。現在、空自が、アメリカから、導入を進めている、無人偵察機 RQ-4B グローバルホークと同じく、遠隔操作できる無人機の研究も進められていると聞きます。遠隔操作無人航空機といえば、前述のグローバルホークと並んで知られているのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーという機体です。バルキリーというと、一世を風靡したアニメ、超時空要塞、マクロスを思い出す方もいらっしゃるのでは？このバルキリーを開発した会社は、アメリカ軍需産業界では、無名だったクラトス社です。この機体は、AI によって、亜音速飛行と長距離飛行が可能になった自律飛行無人機なのです。バルキリーの初飛行は2019年3月でした。初フライトの成功以来、何回も試験飛行を重ねてきましたが、2021年3月の6回目の試験飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したと、アメリカ空軍研究所からの発表がありました。このドローンは、小型無人航空機、アルテウス600と呼ばれているもので、アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などの任務を実行できる優れものということです。アメリカ空軍は2019年に自律型無人システムの実戦配備を目指すスカイボーグ計画を発表しています。この計画によって、組織化された無人航空機群を低コストで運用、維持が可能になる。紛争地域でスピーディな行動が可能になり、敵に決定的な打撃を与えて進行を阻止できるとしています。では、日本の様子を見てみましょう。防衛省は、偵察機、戦闘機などあらゆる機種で無人機の運用を考えているようです。コンピューターが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用した研究を進めていると推測されていますし、今回の次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究成果ではないかと思われているのです。防衛装備庁は2016年8月に将来無人機装備に関する研究ビジョンを公表しました。内容は航空無人機の研究開発が中心でしたが、2019年以降に、第3分類無人技術検証として、遠距離見通し外運用型無人機の技術検証に力を注ぐとしています。その後、
第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を進めていくとみられています。この研究ビジョンでは、無人機研究に関しては、前述の他にも、近距離見通し内運用型、特殊飛行型そして携帯型、ドローンなどが挙げられています。現在も、このビジョンを基本としつつ、実情に合わせながら、無人機の研究開発が進行中と推測されるのです。一口にドローンといっても、用途によって、様々なものがあるのですね。農薬散布や、小型の荷物配達だけではないようです。今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携する無人機の種類を指して表現してみると、近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルのように感じます。世界各国が進めている潮流に乗り遅れないためと思われますが、日本としては F-15J 戦闘機の近代化改修計画がデッドロックに乗り上げて膠着状態となっていますから、アメリカより早く開発に成功する可能性がある第6世代次期戦闘機との連携を進めようとするのは、いわば当然のことと考えられます。パイロットの疲弊を防止できる無人機戦闘機の開発については、日本だけではなく、すべての国が注力していると言っても、過言ではない現状です。2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局は、ロングショット開発計画を発表しました。そして、国内3社に、空対空ミサイルを搭載して敵機を攻撃するためのドローンの設計を発注したのです。このドローンは有人機から操作することで、母機である有人機を敵機から防衛する盾として使用され、搭乗員の疲弊をさらに減らしていけるだろうと考えられています。アメリカとロシアについては、搭載可能なドローンタイプの無人機の他に、今所有している第5世代や第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機を、セットとして、チーム体制での運用も考えながら、開発を進めているとも聞こえてきます。このポイントから見ると、日本は遅れをとっているのではという声もあるそうです。と言っても、防衛費には、制限があります。無人像に予算が湧いてくれば良いと思うのは日本だけではないでしょう。だからこそ、あれもこれもと限りあるお金を分散させて消費してしまっては、全部が中途半端になってしまうのではないかと不安視する声もあります。現状では、欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎながら、連携する無人機開発の同時進行という一つの事業に集中するべきではないでしょうか。